こんにちは。アメリカ在住翻訳者、ランサム・ハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今回は本当は教えたくなかったプロの語学学習法3つについてお話ししたいと思います。この動画を最後までご覧いただくと、プロになるほどの人っていうのはどういう風に語学を勉強してるかというのがよくわかると思いますので、よろしければ最後までご覧ください。このチャンネルでは翻訳通訳関連のお仕事、海外生活、フリーランスなどについて発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いいたします。本当は教えたくなかったプロの語学学習法、一つ目は急がない、二つ目はでっち上げない、そして三つ目がわからないことをそのままにしないです。ではこの三つについて深掘りしていきたいと思います。まず一つ目、急がない。これはですね、よく多くの語学学習教材の宣伝なんかを見てると、1ヶ月でペラペラになるとか、3ヶ月でペラペラになるとか、すごいスピーディーに、時間をかけずにペラペラになれるよ、みたいな宣伝してる会社がすごく多いと思うんですけれども、実際のところ、語学学習というのは時間がかかるものです。時間をかけずに語学学習をするというのはですね、私が以前にもよく言っている例えなんですけれども、3匹の子豚の例え話で言うと、木とか藁葺きとか、そういう軽い素材で家を建てようとしているのようなものです。3匹の子豚というのは、上の2匹お兄さん子豚たちは藁葺きとか木とかそういうのでちゃちゃっと家を建てたんだけれども、狼に吹き飛ばされてしまいました。でも末っ子の子豚だけはレンガで家を建てたので、狼が吹き飛ばそうとしても吹き飛ばすことができなかったっていう話だと思うんですけれども、レンガで家を建てるってものすごい時間がかかりますよね。レンガを一つ一つ自分で積み上げていく様子を想像してください。本当に気の遠くなるような時間がかかってると思います。時間をかけることによってしっかりとした土台ができるということになります。これをね、スピーディーに学習できるっていう教材に当てはめるならばですよ、30日でペラペラになれるとか3ヶ月でペラペラになれるとかって言ってるのは、そういう藁葺きとか木で家を建てようと言ってるようなものだというふうに私は思っています。だから実際に現場に出て英語なりその外国語を喋らなければならなくなった状況というのは、家を建てたっていう状況に例えられると思うんですけれども、実際に家を建てる時になって土台に時間をかけていなかったらどういうことが起きるかっていうと、どうしても仕事が雑になってしまうっていうことですよね。で、仕事が雑になってしまうということは、しっかりした家が建てられていないということなので、いつも隙間風が吹いてきたりとか狼が来たりとかすると怯えながら過ごさなければいけないということになります。それだったらむしろ時間を最初にかけてですね、しっかりと手抜かりなくしっかりとした土台を築いた方が、その上に積み上げていくものも全然心配せずに積み上げていくことができるので、時間をかけるということが非常に大切になってきます。プロになるような人たちはそのことをよく分かっていて、土台作りに時間をかけているので、その後で難しい文章が出てきたりとかしても土台があるのでそんなに揺らぎません。土台がしっかりできてない人はちょっと難しい文章が出てくるだけで、どうしようどうしようってなってしまって、あまり綺麗な訳文が作れなかったりということもあります。ですので急がないということが非常に大切です。二つ目は、でっち上げないということですね。翻訳者の仕事って、私以前も翻訳者になる方法っていうのは、ちょうど俳優さんになりたい人がオーディションを受けるのにすごく似てるっていう話をしたと思うんですけれども、オーディションだけではなくてですね、翻訳者も言ってみれば、書き手の言葉を代弁するという大きな役割があります。通訳の方なんかは実際に話し手の方を目の前に置いて代役を務めなければいけないので、翻訳よりもさらにはっきりそれが自覚できると思うんですけれども、翻訳の場合も文字であるとはいえ、やはり作者の思いを代弁してその作者になりきったつもりで演じなければいけないというところがあります。翻訳っていうのはクリエイティブな仕事だっていうふうに思われてることが多いんですけれども、実際にそのクリエイティブな部分ももちろんあるんですけれども、産業翻訳なんかの場合はですね、例えば医療翻訳を翻訳している場合に、お医者さんの口調であったりとか看護師さんの口調であったりとか、その仕事になりきって文章とか言葉を組み立てなければいけないという部分があります。ですので、ちょうど俳優さんが何かこういう役割の人を演じようって役をもらった時に、役
作りっていうのをするじゃないですか。いろいろと資料を読み込んで、こういう仕事の人はこういう服を着て、こういう言葉の使い方をしてみたいな、そういうのをしっかりと調査をして、その役になりきるという事前準備をしなければいけません。翻訳もそれと同じでですね、事前にしっかりと下準備をして、こういう分野の人たちはこういう言葉遣いをしている、こういう言葉を選んでいるというのを先に調べてですね、その上でこの言葉は勝手にでっち上げてもいい、でもこの言葉は勝手にでっち上げてはいけないという、その区別がつけられなければいけないんですね。その状況をすっぽかしてですね、気ままに文章を作ってしまうと、ひどい文章になると言ってお叱りを受けることがあります。ですので、その役作りをしっかりするという意味でね、でっち上げてはいけないものをでっち上げないっていうことですね。例えばですよ、中華料理のプロの人がいきなりフレンチを作れって言われて、フレンチの勉強を一切せずにですね、自分が思うところのフレンチっていうのを勝手に作ったとしたら、絶対にフレンチができるわけはないんですね。で、そういう場合にできてくるものは中華料理の人が考えているフレンチなので、実際のフレンチから見たら、なんだこれはっていうような料理しかできないと思います。それと同じで、実際に下調べもせずにですね、こうに違いないとかって勝手にでっち上げると、お客様からお叱りを受けることになってしまうので、でっち上げない、しっかりと準備をするということが大切になってきます。それから3つ目、わからないことをそのままにしないです。翻訳の仕事っていうのは、本当に通訳の仕事なんか時間が勝負なので、はしょったりとかっていうこともあるんですけれども、翻訳の仕事っていうのは先ほどのレンガの家と同じように、本当に一つ一つ緻密に全ての部分っていうのをしっかりと十分に分かった上で、背後にある意味とかも汲み取らないと、全体のイメージっていうのが正確につかめません。文章の表現の仕方とかっていうのもあるんですけれども、正確に意味が伝わるかっていうことがまず一番に大切になってきます。ですので、分からないことがあったら、何が分からないかっていうのをまず突き止める。なんとなく分からないではダメなんですね。私がこの文章のここが分からないのは、この単語が分からないからとか、この熟語が分からないからとか、この文法表現が分からないからとか、何が分からないかが分かってないといけない。で、何が分からないかが分かった上で、その分からない部分っていうのをもうとことん突き止めて、いろんな人に聞きまくって、意味を解明しないといけないという部分があります。実際、まあ私なんかも中学生頃からかな、英文法とか勉強したりとかするじゃないですか。で、そうすると文法の本とか見てても、時々分かんないことってやっぱり出てくるんですね。で、そういう時は分からないところを、何が分からないのかがまず分かんないこともあったんですけど、分かんないことをそのままこう見過ごさないで、必ず職員室とか行って、先生に、先生なんでここはこういう風になるんですかって、すごいしつこく聞き回していました。たまにはその先生でも答えられない質問とかっていうのもあったりするわけなんですよ。例えばザ、ここはなんでザなんですかとかっていうのが、英語の先生でも分かんないとかっていうことがたまにあって、そういう時はまあしょうがないから一回は引き下がるんですけど、その先生がダメだったら他の先生にも聞きに行ったりとか、英語ネイティブの友達に聞きに行ったりとか、もう分かるまでしつこくしつこく私聞いていました。もう本当に英語の先生から見たらしつこくて嫌な生徒だったのかもしれないんですけれども、それが今の翻訳の仕事をしてるのにあたって、分からないことをそのままにしなかったのはすごく良かったなというふうに思っています。特に翻訳者というのは、自分の成果物というのが文章という形になって残るので、分からないことができるだけ少ない状況で正確に翻訳をしなければいけません。なので、分からないことがあったら、それを見て見ぬふりをしないで、特にそういうところに注目をして、何が分からないのかを突き止め、でそれを分かるまで知ってる人に聞き続ける、そういうしつこいところが非常に大切になってきます。あまりにもそのしつこく聞きまくるので、ちょっと変かなって思うことも自分でもあったんですけれども、でも今そういう風にしつこくそのままにしないで聞いたことが今の仕事につながってるなっていう風に今でも思うし、実際に翻訳の仕事をしている上でも、お客さんにわからない文章について質問することがあるわけです。そういう時は高校時代とか中学時代に先生に聞きまくっていたのと同じように、ここの表現はなんでこういう風になってるんですか、言い換えるとどういう風になるんですかっていうのを今の仕事でも実際にお客さんに聞いています。そういう質問とかを見て、お客さんもこの人はこういうところが分かってるんだなっていうのが分かるので、お客さんとしてもいいのかなっていうふうに思っています。
ですので、分からないことをそのままにしない、分からないことを見逃さない、分からないことを分かったふりをしないというのは非常に大切ですね。分からないことがあるのはしょうがないことなんです。だけどそれを分かったふりをして、見て見ぬふりをして、そのままにして進んでいってしまうと、後でそういうのが積み重なって、結局はさっきの3匹の子豚みたいに穴だらけのミスが多い欠陥だらけの家しかできなくなってしまうので、分からないところがあったら本当に小さいうちからその芽を摘んでおくというか、そういう姿勢が必要だと思います。今回は本当は教えたくなかったプロの語学学習法ということで3つお送りしました。翻訳を勉強していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。 Thank you for watching. I'll see you in the next video.